えっと、おわちゃっていうのをどういうふうに言うのおおちちゃなんかおわちゃなののか、うん、大人に選んでもらわないで自分から拍子の絵がかわいいんでいいからとにかく詰めちゃって人間っていうのは広いことをする時とかそうしないといられないような時期が必ず私やあなたにもあるんだよねっていう。 こんばんばは NPO 法人氷室ロサ青春文学賞で事務局長をしております。クリバシです。今日はご参加どうもありがとうございます。私たちは子、子氷室サイさんを検証しまして、第2の氷室ロサを発掘することを目的に氷室ロサ青春文学賞を北海道岩見沢市で運営しています。今日は、 1> 第1回氷室佐恵子青春文学賞の大賞受賞されました櫻井リオさんの新刊本、こちらになります。虹色図書館の怪獣たちを記念しましてのトークライブとなります。この後8時半ぐらいまでとなりますので、どうぞお付き合いください。では早速ですが、今日の出演者をご紹介したいと思います。まずは作家の櫻井リオさん、お願いします。 <laughs> <laughs> こんにちは。こんにちは。桜井トリオです。今日はどうもありがとうございました。はい、おおちょはいおめでとうございます。どうもありがとうございます。はい今日もねあの初めて見る方も多いのかなと思うんですけれども今日もあの買われていた関西インコさんのねお面ですもんねこちらね。お面じゃないです。ごめ, <laughs> ごめんなさいごめんなさいお面じゃない。<laughs> だんだんこう立体的になっていく感じですけれどもね。はい、あはい、ちょっと内部にいろ、あ内部もないんですけどもいろいろ <laughs> 工夫を凝らしてはい折れますね。はい<し>今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいそしてはクリスマスっぽいですね。 もう氷室文学賞には第一回目創設の頃からお世話になっていて。一回目の一回目から審査員を務めてくださっています。作家の久美沙織さんよろしくお願いします。こんばん。よろしくお願いいたします。久美沙織です。よろしくお願いします。久美さん、今はご自宅からですか。そうでございます。クリスマスっぽい、ね、自分の仕事場です。あ、仕事場から。はい。はい。ありがとうございます。素敵ですね。こう。 赤いね。え、ちょっとクリスマスを意識してみました。<laughs> ありがとうございます。クリスマスっぽいです。すごい手作り感。はい。はい。<laughs> はい、さすが。さすがです。あと、この人も。あ、よれない、これ以上。あ いいろいろ小道具もあってで私の方もですね、はい、今日はです、ね、あのお二人とってもお話がお上手で面白いんですけれども若干長くなるんじゃないかと思いまして、えー、と時間もあることでこちらの方ですねこちら用意してますので、はい、これがなったらお話一回やめていただくみたいなことと、はい、あとですね、この怪獣たちもしかして中には読まれていない方もいるんじゃないかと思うので万が一ネタバレの時はこれを出しますので。はい <laughs> 危険だなっていうときは <laughs>、はいはい、ご参加されている方もそこちょっと音声消していただいたりとか、工夫しながらご覧になっていただければと思います。 すでに、ね、たくさんの皆さんから本当に楽しみですというお声をいただいていましてもう紹介しきれないんですけれども、けいこさん、うちのさん、ゆうこさん、くらたまさん、それから家族でこのシリーズのファンですというチョコさん、あとくれちちさんにりおさんなどなどたくさんの応援をいただいております。 それではまずはこの虹色図書館シリーズの魅力に迫っていきたいと思うんですけれども、えっとまずご紹介したいのがウェブマガジン北海道書店ナビの佐藤優子さんからメッセージをいただいています。あのいつもねあのこの本の紹介などもしていただいてるんですけれども、えっとメッセージがあります。氷室文学賞といえば虹色図書館ですね。桜井先生にやられたと今回乾杯いたしましたというメッセージいただいておりますが。<laughs> はい、ひとりさん、いかがでしょうか。やったー。<laughs> やったーですか。はい。ちょっと、あの。はい、あ、まあ。言わないでおきます。はい。読んでください。<laughs> <え> <laughs> 自主規制。はい。はい。 そうですね。であの書店ナビさんの方でね、今回は桜井トリオさんのインタビューも掲載されていますので。ぜひこちらの方を読んでいただければと思いますが。すごいインタビューで。すごいインタビューです、ね。もうトークショーいらないんじゃないかと思うぐらいインタビューでした。<laughs> はい、すごいインタビューです。はい、はい。でこちら検索がですね、書店ナビ虹色。 と簡単に入れていただければ、この5冊でいただきます、フルコース本北海道書店ナビというページ出てきますので、ぜひですね、私も知らなかったみたいな感じのインタビューだったので、素敵なインタビューでしたよね、久美さん、本当に。もう、うんあの、聞きたいことというか、ここのところ聞けばよかったんだなみたいなことがすでにあったので、そうじゃないところを掘っていくのは大変でございいいいまますすはありがととうございますぜひ、ね、こちらの方を読んでみていただければと思います。 はい。では、えー、皆さんからねいただいた質問に沿ってちょっと進めていきたいと思うんですけれどもあのまずね久美さんだ久美さんのね<え>この本を読まれた感想をまず聞いてみたいなと思ったんですけれどもえ,えでもネタバレしちゃいけないんでしょう。そうですよネタバレの時は出しますからわ <laughs> かりましたえっと虹色図書館全体がやっぱりこう えっと、図書館をすごい好きだっていうお気持ちそてその図書館に来てくれる人が好きだ図書館で働いている人たちも好きだっていう気持ちをそう書いてると思うんですけどあの、うん、なんかんだろうな多分さ櫻井さん鳥居さんご自身が経験したこともいっぱいあるだろうしそこでそうじゃなくこうお話にするために想像して作ったものもある。 だろうものなんですけれどもえっ、ー、とすいません変な話しますあの子供向けの本で子供さんが読むことを想定しているからこその特別のなんていうか味わいがある気がしますあの取り上げられている本もそうですしあとえっ、ー、とまあ主人公である語り手である子供さんたちの感情がですね あの大人だったらそうは思わないとかそこのところはちょっともう少し違う方に突っ込むみたいなそれは自分で頑張らないで誰かに頼めばいいじゃないかみたいなのを子供ってこうねやっぱ視野狭いですから自分でやろうとしちゃうそういうことに対するんだろういおしさみたいのを3冊通してすごく感じるものだと私は思います。でみんなが読んですごく好きになる本なのでこれ私持ってます <laughs> ありがとうごのなんかみんなが応援したくなっちゃうものですよねこれもなんか好きなあまりにあの書かれて何だかを説明してくださいはい鳥男さんどうぞああはいあの北海道の砂川の岩田書店っていう一万円選書ですごく有名なあの今ちょっと本が手元にないんですけどあの最近あのポプラから 「一万円戦書という名前の,あの本を店主さんがお出しになって私も買ったんですけれどもそこで町の小さい本屋さんなんですけれどもいろいろな試みをされていてその中の一環で戦、まあ、書の中に蛇男虹色図書館の蛇男を何冊も入れていただいてるんですけれどもそれでその娘さんの岩玉さんが。 あのオリジナル商品をいろいろ考えてくださってコーヒーとかしおりとかのその中でそのハンドクリーム本を読む時のハンドクリームっていうコンセプトでそれでそのパッケージに短いお話を虹色図書館のお話を書いてくださいっていうふうにお願いしていただいてそれで書きました。 これ本編のどこからか撮ったのかと思ったけど、はい、そうじゃないんですね、新しく書きました、内海さんと犬神さんとほのかちゃんが出てくるお話を、本当、短いですけれども、そこについているので、はい、あのよろしかったら、すごくね、匂いがいいっていうか、あのはい、スズランの香りだって言ってましたけれども、あもね、<laughs> 全然ベトベトしない、いいクリームです <laughs>。 はい、ぜひ。<laughs> 本当にいい匂いです。こちらですけれども。洋画、はい、<laughs> 書店さんのホ本店。はい、こ <laughs>、はい、ちら。よその、しょ、ほ、あの、なんとかショッピングしていい。それで思い出しました。えっ、ー、と。そもそも犬神さんとほのかちゃんはどっちが先に生まれたんですか。<laughs> あ、はい、えっ、ー、と、まあ、自分自身が長い間公共図書館で働いてましたので。 まあ、視点が先にできたのは犬神さんの方ですね図書館員として、まあ、理想の形があると思って、えー、それを書きたいなと思ったのと、まあ、でもほのかちゃんについても自分はもう一番賢かった時期が12歳だったのであのー、多分。<laughs> 小学6年生ぐらいの子の気持ちが一番よくわかるんじゃないかと思ってますね。言いたいこと思い出しました。<の>言っていい？はい、あの第1回の選考会の時に、はい、あの私はこのすごい話だけど、主人公が小学生ってどうなの？って最初小説、はい、なんとかって言ってるのにって言ったら、はい、辻村さんがふ、うんって立ち上がって。<laughs> これが青春じゃなくて何が青春なのこの子は青春です私はこの子を推しますってだからやっぱりよくあの中二病って言いますけれど、はい、12歳もなんか刺さるんだなぁととても思います確かに言われた通り12歳の時一番勉強してたかもしれないですね。<laughs> 一番ここうううななんていいいか中二になるとこういろいろ 体的にも成熟してきてき邪念っていうんじゃないですけれどもああそういうのが入ってきますけれども12歳だとまだ特に女の子については一番こう研ぎ澄まされてるんじゃないかなっていう気はします。<laughs> そうまあまあそう,そうかもしれないな。まあ視野が狭いとかそれからまあ潔癖な感じとかいうのはまあ,ありますけれどもそうですね。 うん、なんかほのかちゃん、いろいろ大変な状況にあるのに、もうなんか誰かに相談したりとかしないで、こうあの犬神さんと仲良くなっても、こう別にだからってね、私、こうなんで困ってるんですっていうことじゃなくっていうあたりが、<laughs> いかにも小学生ですよねそうですね、子供って大体そうですよね。特にあの親親ししければ親しい人ほど な。本当のことが言えないっていう状況が多分あると思うんです。けれどもね。で、うん、犬神さんのあのこう設定はどうして出てきたんですか？その理想の図書館員さんっていうのをイケメンにするわけにはいかなかったんですね。はい、きっとそうですね。あのー、ま。あ、まあ、その顔のあざについては、あのー、前にも別のところでお話したことがあるんですけれども。あのー？ まああのぱっと見はって思っちゃって、えーうん、まあそれが差別につながるわけですけれどもそれは何もあのその見た人が差別しようと思って言ったわけではなくてそういう顔の人がいるということを単に知らなかったっていうだけのことだと思うんですね。ですからその知らなかったら知ればいいわけでその。 顔のあざがこう広範囲にある人もいるしそれは映らないとかそういった知識を得ればあの別にその人を怖がる必要もないしその人も差別される必要がないっていうことはやはり知識というのがこう周りを明るくして良い方向に持っていくっていうその図書館の究極の目的に沿うんじゃないかなと思って、うん、そういった設定にしました。 まあ、あの身近にあのユニークフェイスの人がたまたま当時いて、えー、その人の生きづらさみたいなものを感じて特に小さい人たちに、ね、知ってもらえたらいいんじゃないかなと思ってそういった意味でも犬神はああいう設定にしましまたぜひ、うん、映像化してしてほいです、ね <laughs> はい、映像化難しいですよね。でも <laughs> ある見方から見ればその怖いものでももしかするとすごいかっこいいかもしれないし特別な感じに見えるかもしれないしそうですね映像の力し,しむるところかもしれないし、うん、兼ね合いが難しくってそうですね<う><う>だから活字で読むと自分の好きなようにするから、うん、配役とかも好きなようにそうですね。ううす顔に傷があるとこうかえってかっこよくなっちゃったりするじゃないですか,か映像アニメとかだとまたハンペーターとか古いの、はい <laughs> ですからそのかえってかっこよくするっていうのもちょっとそれは違うかなっていう気もするのでるそういった兼ね合いが難しいかなとは思いますね。なるほど 犬神さんのファンの方結構多くて先ほど出てたあた岩田書店の及川さんなんかも、はい、本当に犬神ラブって感じなんですけど <laughs>、はい、ご質問いただいていまして広島のおばばさんから虹色図書館の犬神さんのファンですで、これはひなとゆんの方の質問なんですけれども、はい、このゆんの手紙の最後がちょっとわからないですっていう最後の呪文みたいなところですよね。はい あれは、あのー、まあ、ずばりとお答えすることは、の、控えますけれども。あのー、声に出して、何度か読んでいただくと、あのー、お話の元のお話と兼ね合いで。わかるんじゃないかなと思いますので、はい、飲んでみてください,、はい。はい、ありがとうございます。久美さんもあれですよね。このひなと呼んで、質問が一つありましたよね。えっと、おわちゃっていうのを、どういうふうに言うのが。 おわちゃなのか、おわちゃなのか、どういう感じなのか、<laughs> トリオさんに見本をやってみせてほしいなと思います。<laughs> まずあのおわちゃっていうのはあのスラングで、ワッツアップ、カガノ文字になってます。大丈夫です。はいはい、あの、はい、なんとかニューヨークのあのブラザーたちが、あのカジュアルにやる感じなので、うん、あので元号と原稿をこう、おわちゃ。 って感じですねっそだますけどなるほどそうだったのかい <laughs> ちらの ヘビ男ですね。虹色図書館ヘビ男。そして二作目がヒナというんで、今回がこちらの怪獣たちということで、本当にねあの魅力ある登場人物がたくさん登場してるんですけれども、ちび猫さんからねご質問いただいています。虹色図書館には多様な人々が登場していますね。それが虹色の由来なのかと思って読んでいましたということですが、鳥尾さんいかがでしょう。あ、はいあのー、えっ、ー、と実はですねあの 虹色図書館っていうのはあの担当の編集さんがつけてくださったんですよ。で「すね佐原ささんん劇場の岩崎エブリスタ」に最初に投稿した時には「ヘビ男」っていうただの題名だったんですけどもそうだとちょっとね「梅の,の家族」っぽいっていうかあのホラーみたいで。 私、そっけないので、もうちょっとあの若い人が手に取りやすいようなこう。素敵な名前にしよう。っていうことで、ものすごく悩みましたね。もう、ほんギリギリまで悩んで悩んで。うん、で、最後にまあ、いくつかあった中で、虹色図書館っていうのが出てまあ、虹色っていうのはもう社会的に今ね。あの多様性と同義になってますので、はい、まあ図書館っていうのはもう本当多様性を認めよう。っていう場所ですので。 今はは本当その題名ででで考えられないいい感じすすね、はいはい、ですねあの今回もこの虹色図書館の怪獣たち本当にあのもうネタバレしちゃうのであんまり言えないんですけれどもいろんな子たちが出てきててで本当鳥尾さん最初からもしかしてこの蛇男の時代からここまで考えてたんじゃないみたいな私は気がしてるんですけどご質問いただいています。ももさんから 物語を紡ぐ際その世界の色彩は最初から大体設計されているのでしょうか書きながら決めていくのか大枠を決めてそれに沿うのか世界の出来上がり方に興味がありますといただいていますがあの私は全然決めない方だと思いますちょっと他の作家さんがどうなのかは全然わからないですけれどもあのプロットももうあの、まあ、商業的に出版するんであれば あの出版社の方に見せなくてはいけないので、書くみたいな感じですね。それも書いてるうちにどんどんずれてきちゃうっていうような感じですね。最初から三部作っていうふうに決めては全然いなくって、うん、もう最初は出した時でもうやったーと思ってしたら、岩崎さんがですね、最低三冊は出さないとねみたいなことを言うんですよ。はい、嘘でしょとか思って、うん。<laughs> <laughs> でもな,なんか知らないですけどいろいろあって今日に至りました、はい、<laughs> ななお名前がトリオだからもう最初から3を含めていたんだと思いました <laughs>、はいはい、この怪獣たちのお話が最初に出た時にこの香織ちゃんのお話なんだよなんて話があってからわあとあっという間に私の印象では書き終えられたような感じだったんですけど結構筆は進んだんですかそうですねえー、っと お正月に岩崎さんから年賀状で3作目動きましょうねって来たんですよね。<laughs> あや,っぱやっぱそうなのかと思って。1年前。はい、今年のお正月です。今年のお正月です、ね。今年のお正月で、はい、ちょうど1年前。はい。それでまあ、あじゃあ考えようっつってそこから考え出したから、うん、6月ぐらいまでには。

あの、明らかに、これはミステリーだよっていう本は、こう、はい、なんていうか、誰が犯人だったり、なんかいろんなことがありますけど、そういうことじゃないのに。えあ、そうなんだ、みたいなのがね。なんかはい、そうですね。素晴らしいですね。はい、これ以上は言わないことにしておきます。し<あー> <laughs> そうです。本当に、はい、ぜひ、まだの方は読んでいただければと思いますけれども。あの、久美さんも、大体、あれですか、あんまりプロット考えられないとか。ですか?えっと。はい、全然考えませんね、んっていうか、あの。 落ちてくるのを待っているっていうかあのうえっとえっ、ー、と憑依型なので完全憑依型なのでだいたいで書いてみないと分かんない頭の中で思ってる時はなんか何を思ってるのか自分でもよくわからないのをちょっと書いて文章にしてみるとあなるほどそういうことへえみたいな書きながらへえってやってでも だいたい一回では一回で済む時もあるんですけど、あのえっ、ー、と何度もやり直すこともあります。あのあ,あそうじゃないんだって今度書いてるうちに二百枚ぐらい書いてからあしまったそうじゃなかったんだって気がついたりとかうということもあります。うんはいそういうことなんですね。あ,あそうですねあの描いてるうちに何ていうかあのここに仕掛けを入れようっつったら。 いって前半に戻って書き足せばいいわけですからああ、<ー>そうですねそんなに計算して私も書いてないですねうんそ,それそれを聞き,聞き出すとあのネタバレにとても触れそうなすで、このこの<う>あれのこれこの辺でこういう意味だったのとかって言っ <laughs> たくなるのでやりたいかなそうですねはいひなというもね本当にあのもちろん素晴らしいんですけれどもぜひこの香り姫とこのねほのかちゃんの話両方こう 合わせて読んでみると、あ、こうだったんだっていうところがわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。はい、ありがとうございます。でね、あのにじろ図書館シリーズ、やっぱりあの司書さんだけあって、たくさん本が登場するんですけれども、岡田しおりさんからご質問いただいています。たくさんの児童書の名作が作中に登場しますが、その中でもとりわけ桜井先生に影響を与えた作品は何ですか はい、えっ、ー、とまあ子どもの時から本は好きでよく読んでたんですけれども長いお話をずっと読み続けようと思ったのは、まあ、スタビンズ君と一緒でドリトル先生ですねドリトル先生を 1, 半うん1年はかからなかったですけど全部を読むのに結構かかったけど読めたってことにものすごくこう達成感があったんですか 小4とかですかね。うん、あまり賢いことじゃなかったのです <laughs> <laughs>。当時っていうことは、えー、とあのその葉本さんの名前を言っていいのかどうか分かりませんけど、あの大きな本。大きな本でした。はい、あの新書、はい、そこあの、学校の図書室で読んだので、新書版は、ま、そこにはなかったですね。あんな分厚い 燕、まあ、号とアマゾン号もそうですけどドリトル先生もあのドスンとした感じのドス <laughs> ンと本って感じのやつですけどね、はい、それからまあリンドグレーンとか、うん、あのそのまあよう海外の児童文学の翻訳をよく読んでた気がしますね、うんうん、でそれがこう好きだったと思いますで自自分も自分ももの文体も 何ていうんですか石井桃子先生とか松岡京子先生とか渡辺茂雄先生神宮寺郎先生みたいな感じの,あのちょっとこう古典的な翻訳調のこう優しい日本語の表現がちゃんとあのできたらいいなと思ってそれを意識してて書います久、ね、美、うん、さんはそういう影響を与えられた本というのはあるんですか作風で。 作でも私はものすごいたくさん本は読んでいたと思うんですけどやっぱり小さい頃は本って高いのでそんなにいっぱい買ってもらえないじゃないですか。お誕生日とかクリスマスとか全てのなんか買ってもらえる時は本買ってもらってましたけれどそれでもそれこそあの某お、うんうん、話の本とかズドンのやつはもうで高いので。<laughs> あの なかなか手に入らないですよね。で、あの、今お話伺ってて思い出したのは、あの友達ん家に遊びに行って、友達ん家の本棚の前に座り込んでずっと本読んでる子だったんで、そういう子いますよね。はい <laughs>、えーまあ、すっごいだからそこんちの子には多分嫌がられてたんじゃだけど、確 <laughs> かね、綺麗な本なんですよ。読んでないなあいつみたいな感じで、であのある時あるその近所の人のお家に遊びに行ったらあったのがクマプーで。 熊野プーさんとプー横丁の,のあのあれが綺麗な本があってああもうもう座ったっきり立ち上がれなくてもうそれは親にお願いだからの本は買ってちょうだいと頼みましたね、うん、いくつだったかな、うん、そう言ってたかな言ってたとは思いますけど、うん、はい熊野プーさんって選びますよね読書。 バあの万人受けしないムービーもそうですけども何ていうかこう選ばれる本に選ばれる本になんていうか詩みたいなとこがあったりとかポエムみたいなとこがあったりとか哲学的というかそうですね哲学的っていうかプーも変わってますからねそうですよね絵もすごい好きだったし綺麗だし。 絵がね可愛くて買ったとしても読めないい子もいると思う、ね、<laughs> うなのかあのかあ、うん、ちの話をむす娘にしちゃうとごめんなさい私プーが大好きなのでプーうちの娘はアニメのプーから見ちゃったんですけど<ー>やっぱりあの小さい頃に熱出したり具合悪くなったりするとプーを見るって言ってクリストファー・ロビンを探すとかそういう <laughs> お気に入りの DVD を見ると熱あるんじゃない 具合が悪いとプーに戻るみたいなそういうなんかあ,<ー>あの世界があの100エーカーの森が大好きだみたいなあるんじゃないかと思います。えー、もうその世界に,に,世界に行ってんですよ、えー <laughs> あの私なんかトラーだと思ってたら、向こう、こ小さい子に言うと、ティガーだって言われて <laughs>。トラーでさ、トラーでさ <laughs>、はい。翻訳はトラーだしラー <laughs>、はい。翻訳はトラーだし。ナルディアのあれはプリンでしたよね。<laughs> そうなん,タィなんだタ <laughs> <の>ーキッシュでライトがなすご <laughs>、はい。そういう翻訳の妙というのは、あのピッピの名前だって、すごい翻訳者の方が。プロなって、ね、あれも。 長い長い名前いた面白い。今あのやっぱり読書経験みたいのが子どもたち少なくなってきてるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもあと読書感想文も冬休みとか夏休みにない学校も多いみたいなんですよね。だけどこうできれば本をね読んでもらいたいなと思うんですがどうしたらいいんでしょうかね。あののー、ただ、あのー ずっとずっと私が子供の時代から子供は本を読まない読まないって言われ続けていて、うん、そでもまあある一定の層はみんな読んでると思うんですけれども、うん、かえってあの現在の子供の方はあの朝の五分読書とかそういったのが始まっているので、うん、あの意外とみんな読んでるっていうか、うん、それに合わせた形で五、まあ、分シリーズですとか こう一話完結のの短編集みたたいなものがあのたくさん出てますよね、うん、そういうのを全然あの消しカランっつって入れない図書館もあるんですけれども、えー、まあそれは表紙がアニメっぽかったりやたら残酷だったりっていう内容が薄いみたいな<ー>そういう意見もあるんですけれども、はい、まあそう実際に「テント」って読んでみるとそうでもないしちゃんと考えて。 書いてるなってあのあの下でなんとかしてくれよなの狐のキャラの人いるじゃないですか、はい、あ,あの人なんか私自分子供の頃にはなかったものなので<あ>子供がいなかったら絶対ああ、ね、絶対知らなかったと思うんですけどもうボロボロす,すごいですよねあの漫画と漫画と小説のどっちでもなくてでページゲームでもあり。 もうすごいもうこの人は天才だと思って私の方が夢中になって、うん、<laughs> もうあの人は本当 <laughs> 文化勲章を差し上げた原先生原豊先生は文化勲章を差し上げた方が全然いいですあの人がこう,、うん、こう図書館で読むものを見つけさせてくれた力っていうのはものすごいと、うんうん、思いま当、ね、にね あれはなかなかその不思議な感覚でその,その人のセンスとかやっぱりあのアンパンマンの先生もそうですけれど、はい、どうしても人柄があ,あうのって出るんですよね。本当にに子供の線降りて くだらないダジャレを言って本絵本の話もあのトリオさんの本の中にたくさん出てきますけれども絵本もあの自分が子供の頃からしばらく読んでなかったのが子供ができたおかげで読んだらまあ面白いこと面白いのいっぱいあってうあのやっぱりこうたまにはかえって読まなきゃいけないんだなと思いましたら いい作家さんがもう素晴らしい作品が絵本もかあのかこっちの方からこっちの方まで <laughs> それこそ住み分けっていうかその人が何にね吉武吉武さんにはまるのか<ん>それとも夜、えっと、熊にはまるのかそ、ね、そのいろんなタイプがあると思うんですけれどで絵本も変な話ですけど高いしで一冊買っちゃったら読んじゃう方はあっちゅう間に読んじゃうって言えばあっちゅう間に読んじゃう。でも 何度も何度も読むと何度も何度も楽しいし、そこのところでそのね買ってもらえるかどうかはあれなんですけど、少なくとも読んでみてほしいなって思うものですね。たくさん手に取る本はあるので？はい。読めない人は本当もう言っちゃいますけど、どろりから入っていただいてもいいし。<laughs> はいはい、あの中学生だったらその5分後には恐怖の結末でもいいですから。あのとにかくこう。楽しい読書に。 慣れていいいいたただきたいなっていうのはすすごく強く強思いますこれはあの全国の、うん、特に図書館員に実際にその今あるこうちょっとジャンキーに見えるような本を実際に手に取って読んでみていただきたいその中で本当玉石混合ではありますけれども、うん、いい本も必ずあるので、うん、あの子どものね一般の本だったら結構あのくだらないものやあのエロティックなものもあるんですけれども。うん 一般と大人のことですけれども子供の本については古典じゃなきゃダメとかねあのいうようなやつだとわざと子供を本を読書から締め出してるんじゃないかなとはそれは強く思いますね。いやあのね、はい、今ネットとかそのスマホで何でも欲しいものがパッと見れるであの今自分が要求したものが見れるみたいなのとそのいろんなことがこうなりました。ここの間どこかの 動画サイトで何か書評した人が大変な目に遭ってましたよね。<ー>その感覚の違いみたいなのってどうしてもあるのかなと思いましで私もあの自分のデビューの頃とかあの,あの私の書いてたものとかっていうのはあの大人の世界からも鼻は引っ掛けてもらえないっていうかあ,<ー> <laughs> あれでしたし。 うん、あのでも逆にお手紙とかくれるそれこそ小学生とかの読むと「生まれて初めて最後まで本を読むことができました」言わ <laughs>、ね、<laughs> れたりしました、ね、よく私どあの某ドラクエでもしょっちゅう言われましたあの本なんて大嫌いで読,んだ読もうと思ったこともないし読みたいと思ったこともないのに初めて最後まで読めましたってなんかそれはすごい中で、ね、入り口入り口になれたんだねっていう気は。 しますでで,す、ね、でも入り口はねあの大人のもんじゃなかないから大人の人たちは入り口なんかいつの間にか通り過ぎてるから、うん、きっとあの入り口の踏んで歩けばいい <laughs> あのマットぐらいに思われる、はい、そんな中でねこれからも子どもたちも冬休み控えてるんですけれどもこれぞ読んでほしいという思うような本ありますか今おすすめ本みたいなものって。うん まあ、大人でもいいですけど、は,けはい、まあそうですね、<お>子供も大人も。ああ、さっきと同じような感じなんですけれども、うん、まずまあ,あの、自分が楽しいと思うものを、うん、例えばサッカーが好きな子だったら、サッカーをテーマにしたものだったり、そういった感じで、とにかくこう大人は大人に選んでもらわないで、自分から表紙の絵がかわいいんで、いいから、とにかくこう手に取って、もうと、特に。 図書館に行けばね、ただで <laughs> どれもお試しができるのでそれでその好きな作家さんとか見つけていただいて見つけていただいたらあの親に買ってくれるようにねだって欲しいいなと思います、ね、私が最近読んだのはあのツイッターであのよくあの、お目にかかっているっていう <laughs> 高杉里香先生の「君の隣に, <laughs> に隣で? <laughs>」。 あの吹奏楽の青いあれも児童文庫みたいな形で非常にエンターテインメント性のあるこう胸がキュンキュンするあのやつででも結構あれはよく考えられていてであのー、中にすごいモテモテのかっこいい男子が出てくるんですけれども彼に憧れる男子男の子も出てきたりして。 そういうこうちょっと社会性みたいな感じのもこう全然こうエンターテインメント性を邪魔しないで巧みに織り込まれてるってことは素晴らしいなと思いました。いいいいなと思ってもうこういう恋愛はとこ思って <laughs> <laughs> あ思うんですか、まあ、もうなんかもうキュンキュンしてしまいますねキュンキュンですねいいですねはい本本、はい、<laughs> ちょっと見てちょうだい 見えますか？はい。はい、うちの健康院のお友達ですが、はい。えっと、お友達なんて言ってごめんなさい。えっ、ー、と、はい。共有します。えー、たはい。あのー、すごいシスターフードの話で、さっきあの鳥尾さんからお名前出てきた石山もこ先生も出てきます。お<ー>出てくるんだよ。出てきちゃうんだ。なんで？<laughs> これちょっとあの歴史的なっていうか近代史も近代史の割と最近のあの女の子たち。 昔からずっとこんなに頑張ってたんだよっていうそういうお話を書いておられるので、はい、えっとちょっと子供さんには,はや難しいかもしれないけど子どもの気持ちをまだなくさないでいるでも大人のものも読める人には絶対におすすめだと思います。も、はいはい、もううつ朝倉さんんののにぎやかな学日これはもうおばあちゃんの話で おばあちゃんが大変談になる話なんですけどもうなんかね私なんかおばあちゃんの気持ちにもなっちゃうしおばあちゃんの娘朝倉さんがご自身の経験をもとにして書いたってそれこそインタビューでおっしゃってましたけどあのその気持ちにもなっちゃうしこれはこれでね楽しくて切ないおかしくてキュンみたいな素晴らしい作品なので皆さん是非読んでください。 はい、今ね、あの本とかあの作品についてお伺いしてきたんですけれども、ちょっとここからはあの作家の生活についてということでお話を伺っていきたいと思います。というのも、あの鳥尾さんはもう専業作家になられたっていうことですもんね。あ 家のことをしてるのでそっちの方が <laughs> なんかいいっていうかダ <laughs> ム修理をしたりしてますのであそうですよね <laughs> 大変だっておっしゃってましたもんねはい,いやその,あのまあ専業作家さんになられた鳥尾さんからあの作家の先輩久美さんへの質問があるということだったんですがあはいえっ、ー、とーはいえっとですねあの、はい、まずあの久美さんはすごい私たちがってデビューが早くて うん、学生時代に大学生の時にデビューされてますよね<い>どういう経い緯でデビューされたんでしょうかあのねその昔なとんと昔のことだったどうせくジュニアという本があったんじゃ案内<ー>運動っていうやつの対象になるこれは買っちゃいけないよんじゃいけないお家に置いてちゃいけない本でまあなんかこう こんな字が書いてあるようなことだったりなんかするような子供に読ませちゃいけない本指定されるような本があったんですけど私これそれこそ小学校5年生ぐらいの時から愛読してました、ねえあのー、大学1年生の夏休みにあの初めて受験勉強しなくていい夏休みが来たのでえー、でもなんか机に向かってなんかやってないと落ち着かない真面目ですねだ <laughs> ったもんですからあっじゃあちょっとちょっと書いてみようかなとちょうどその頃これにあのー 誰でもどんな長さでもどんなテーマでもいいから小説応募してくれたら編集部で見てあの批評して返却するっていうそういうコーナーができたんですよ。えー、でへえと思って書いて送ったのが夏休み。で11月ぐらいにえっ、ー、とハガキが最初来たんだったので電話が来たとにかくねあのデビューすることになったんです。であのそのそちょっとと前には、えー、とうんと 黒曜の原稿用紙に横書きで 4h の鉛筆で書いていた女子ですね。老眼になったらそんなもの大人怒るに決まってくわかるんですけど、その頃はわかんないんですね。で、あの筆圧が強いので縦書きするとみんな手でこすっちゃって汚いんですよ。それであの横書きしたやつを送ったら1回ゴミ箱に入ってたそうです。全部批評して返却する。だかって話はどこ行ったのかな？ってちょっと思うんですけれども。でも。 ゴミ箱に入ってたのをある方が拾ってくださって、ちょっとこの子に連絡をなさいって言ってくださったらしいんです。<ー>それで拾われて、えっと大学一年生のこれ四月号なんで三月発売、フライングギリギリ十九歳のえー、大学一年生女子大生さんがなっちゃったんですね。もう<へー> <laughs> <ー> <laughs> あの仲はいいがえっとまあなかなか。 今と違って次の本っていうか次の作品を出させてくれなくて、ええー、私本を出せたのは三四年後ですね。あのだいぶかかりました。以上。ああありがとうございます。あじゃあそのその二の質問ですけれども、<laughs> はい、あの、はいはい、フリーランスの職業として小説家を続けていくにはあのなんでしょう必要なことは何でしょう。必要なことうん。 <laughs> ご縁と金づる違うなえっとあのですねあなんだろう好きな気持ちもうこれはやるなと言われてもやらずにいられないくらい好きだった好きなものっていつの間にかやってて。 もう例えばサッカー少年だったらボール蹴っているのが好きでずっと蹴ってるわけでしょ。それで別に誰かに言われたからやるわけじゃないですよね。そのお話を作るとかお話を考えるとかそれをしかも字にいちいちあの頃は手書きですからね今と違ってい、うん、これじゃないですからそんなのをやるなんてド変態はやっぱ好きだただたそれですねで<ー>それが商業的にうまくいくかどうかうん。 あの故郷の大先輩宮沢賢治先生が私自分が落ち込みそうな時いつも思うんですけど。 あ私生前だけで言ったらあの人よりよっぽど恵まれてるてうそうですね。え、うん、あの今こんなに大コンテンツになってるのを、ね、ぜひ霊界通信で教えてあげたいとか <laughs> あの人は全然自分はどんだけ才能があってどんなにみんなの心を動かしたかもう「カンパネルラー」っていう言葉だけでみんな泣けるっていうのが <laughs> こういう世の中になるなんて全然わかんないじゃないですか <laughs> だから本当それはね作品がでも作品が主であの私たちは下べ ああ僕ですからあの死んでから受けたっていいんですですもだから書きたいものはちゃんと魂を込めて命を懸けて人生を懸けて書かなくてはいけないのです、はい、それがずれるとか抜けるとかあのどこが出してくれるとかそういうのはでもそんなこと言っても生きていかなきゃいけないからあとはなんかそうあ,あなたがそうなる運命だったらきっと神様が何とかしてくれる。 ああ、そ、うん、う思います。私は。ずるい。そうですね。うん。あ、あと。はい、<laughs> いやいや、ちょっと感銘を受けちゃった。<laughs> <laughs> あの、グミさんのね、ツイッターとか拝見してると、うん、あのー。猫<は>さんとか、<い>お犬、犬さんとか。はい。いろいろ動物さんたちがたくさんいらっしゃって。で、軽井沢の。 あのねあすごい素敵なところでお住まいになってて周りはほんと自然に囲まれててあのどんな感じでお住まいになってるのかなと思って1日はどん朝4時に起きて<えっ> <laughs> 散歩に行って <laughs> あとは朝ぐらいあの子育てしてた時から朝ぐらいしか自分の集中できる時間がないので朝 自分の一番好きなゲームやったりとかして今あんまり仕事してないんんですすいませ仕事してた時はねもう仕事にスイッチが入っちゃうと日村さんも言ってたけど眠って起きたら仕事してご飯したりトイレしたりお風呂したりしたら仕事して疲れたら倒れて起きたら仕事してってなるから。 そうじゃないときっていうのはなんかドヘランってしてそのパ<ー>ジャマみたいなものを着てなんかヘレレーンってしてます。<laughs> 今あの猫ちゃんとか何匹ぐらいいるんですかえ猫は今3匹<ー>、はいと犬が1カメが 2, 2> カメが2あと何言ったかな<カ>そんなもんじゃないさんもいましたよね

くみさんのツイッターで、こう集中のダイエットをやって,て。はい、噛み合わせで、ね。<laughs> はい。あれね。あれね。頑張れれば効く。うん、あの理屈はわかりました。タンパク質をいっぱい取って消化良くするということと、うん、塩分を取らないということ。<分>でもやっぱり塩分。塩分、塩分いけないの、塩分が取ら<ー>なくなると。 すごいに、ね、むくみが取れて肌ピッカピカになります、えーね。それはね一生かで一番最初に聞くのがそこでした。<ー>うんでもねやっぱり美味しいもの食べたいしね。<laughs> うん、パンとか大好きだからね。 オートミールとか食べてましたよね。オートミール。オートミールは美味しいからいい。オートミールどうやって食べてます?。え、オートミールはね、<laughs> あの、えっと、器にオートミールを誰かで入れて。オートミールが浸るぐらい水入れて、一分チェーン終わり。<ー>で、味付けはだからほら、塩分取っちゃいけないから、なるべく塩分取らないように。<ー>えっと、うんと、例えば納豆だったら、私、元から納豆の。 タレとか使わない人なんで納豆かけてあとごまとかかけて混ぜてそのまま食べて終わり納豆の酢の味で素晴らしく美味しいあとトマトも美味しいですダイエットの話はまたじゃ個別にやっていただいてはい申し訳ありませんけど次の質問に行きたいと思います石川誠さんから質問いただいておりますはいお二人が小説を書き始めた時期やきっかけを知りたいですということなんですがあの久美さんのね先ほど あのまあ子供の頃から、あのー、個人主義っていうかまああんまり人と共同行動ができないっていうか団体行動とそれからスポーツが大っ嫌いだったんですね。<laughs> ですからそういう子供はだいたい工作を作ってるか絵を描いてるか頭の中で妄想してるかそのまあ つですごい偏見ですけどいやその3つぐらい <laughs> そうです、ね。とにかく頭の中でいろいろこう話を考えたりするのは本当に物心ついてから大好きでまあ小学生の頃からこうノートに手書きで書くようになってでまあアニメとか漫画も好きだったので高校の時は。 中学の時は美術部で高校の時は漫画研究会に入っていてで,でもね、漫画当時は手書きだったのであのすごいこう、機材とかもお金かかるしペン,ペン先とかースクリーントーンとかペントスとかガラス口とかいろいろあったんですよ。イトテーブルとか線引くのも下手だったんですよね。うん <laughs> まず線引かなきゃいけなかったんですけど <laughs> 線、ね、線引くのほんと大変、ね、今はねあのあれで書けますけどもねタブペンタブでねペンタブ板タブで書けるけど当時はそんなの全然なくてで同じ漫画研究会にすごい上手な人がいて、はい、これは太刀打ちできないなと思ってまあ それで話だけの方に行ったのかなと、いう感じですね。でも、話を書いてるうちはすごく楽しいし。うん、ね、時間も潰れるので。あの。それがずっと続いてるみたいな感じですかね。富美ちん激しく頷かれてましたけれども。<laughs> うん、同じですか。えっと。昔、某。ど、どこだかの。 こう作家が集まってお話をするとみんな私小学生の頃通信簿に協調性がないか,か聞かれた <laughs> 私も私も私同性の友達いなかった私も私みんなそうだった <laughs> 友達は少しはいましたよ <laughs> あのそうか同等生といないやつが多かった<し> <laughs>、うん,うんそれ協調性はないです本当あのへ<ー>特に団体行動ではい ドッジボールとかバレーボールとか、うんうん、失敗がすぐバレるやつあるじゃないですか、はい、あれが本当死ぬほど嫌で本当 <laughs> 体育嫌いでしたねあ、そうなんですね、うん、あ、でも協調性ないってことって学校で結構先生怒ったりするじゃないですか和を乱すなとかってそ,、ねはい、その当時はそういうのあんまり気にしなくてじゃあいいんですね いやどうなんでしょう。あの本当なんかみんなで何かしようって言ったときに、私だけ一人で反対してたりしてたんで、いや今見たらむかつく子供だと思いますよ。私もムカつく子供でした間違いありません。ムカつかれてました。そうなんですか。ムカつく子供は参加になれる可能性がある。えあうん。 いや、私怖がられてましたね。<laughs> 間違いなく。無理嫌なやつだったんです。面白い。<laughs> はい、<laughs> はい、ちょっと勇気が持てる方も多いんじゃないかなと思います。けれども、あの <laughs> いやいい方にかそうじゃないかはわかんないけれど、はい、そのやっぱりなんかアーティスティックというか、クリエイティブなことをやろう。なんちゅうのは？ 参加してたらできませんよそんかオリジナルなものが出てくるとかそういうことがないといけないんで、うん、そりゃなんかあの睡眠じゃないですけど <laughs> 赤の中の一点の黒とかあのみんなが右向いてる時にどうして右向かなきゃいけないんですかって左向かないで斜め上の方向を見てるような、うん、そういうところがないといけないから、うん、威張ってどうするんだ。はい <laughs> でも、あの漫画研究部の人とは今でも本当、友達で仲いい。だから、ちゃんと図書館に勤められて、公務員さんになれるの <laughs> そういうの、無理、私。<laughs> 私、大学生で1年生で物書きになって、どっこにもまともな就職をしたことがなくて、この世界にずっといるから、<ー>心は。うん ぎに協調性とかそういう集団行動が高校生か大学生の時以来ないから。あと全部物を書きで先生でしょ、下手すると。下手すると接待の対象でしょ。な、あの。うん。だから、で、ピン芸人でしょ。ピン芸人。<laughs> そう、だから、なんか。偉い、偉い、ちゃんと、ちゃんとそうこう言っても強調してるじゃないか。はい。あの。だから、クさんね。はい。 ずっとそう書き続けてるっておっしゃってたんですけどももさんから質問いただいてまして久美沙織さんへどんなふうに気持ちを切り替えているんですかってこの日常生活で執筆作業に入るとき寝る, <laughs> 寝る切り替えないそんな自分からどうにかしようと思ってそんな線路のガチャをやるみたいなことはできない何かが来るまで待つふ <laughs> ん あ前提ダメだそんな無責任でそんなことはないです<笑><笑>あでもそうなんだな、えっと、えっとね、うん、でもそうだなんだろうアンテナを常に立てておくっていうのはやっぱり、うん、ほらそうするとええー、っとエースとするんだあんまりやってると、うんうん、えバッテリーもきれいあんまりずっと使ってると電池が寿命を迎えるでしょ、うん、だかからなんかこうう取り込む時と出す時とと出すまく なんか波みたいなやつを作らないといけない違うかねそうですねなんかずっと考えたらダメですねもうなんか,、うん、な,んかなんかできるときっていうのはねもうできててあなんだそれそれでいいやってもうもうあってはいそれをなんかなんていうの,の翻訳するべき対象があって私は翻訳をしているだけっていうか、うん、に日本語で 活字で分かるようにしてるだけみたいな状態になるともうすらすらできる、うん、そうじゃない時は何をやってもダメなので、うん、他のことをしたりあのあだからねあのなんていうの結果の出るものが好きになるお料理とか揚げ物とかやればやっただけこう積み重なるかあ,るあ,あ私は私はただの無能じゃないゴミじゃないと思えるからね <laughs> あの結果が出るものを共にして。<laughs> 生きていく。う,ん、うん。鳥居さんがそういうの。いはい。あるんですか?。あ、そうですね。専業になってから、本当、うん。こう、プロットとか考えてるんですけど。はから見たら、本当、何もしてないと思うんですよね。<laughs> ソファにただ転んでる人みたいになって。はい、で。そう,そ,うそ,うそう、いう。あ、みんな、世間ではサラリーマンが、で、満員電車に揺られて、働いているのに。私はこんなことをって。 ちょっと考えちゃうことがそうですよねはいちょっとダメな人に見えちゃいましあの昔新井本子が言っていたけど、はい、学生の身分でそういうことをやってると母親にごはんよとかお風呂早く入りなさいとか言われるあれほど辛いことはない <laughs>、うん、で裸を見れば何にもしない,ら <laughs> しない <laughs> テレビの前にいるとかでも実は頭の中で一生懸命なんか今 今何か生まれるって時に「お風呂よ」とか言われるとそっかーじゃあ子供たちもそうかもしれないですね<う>何にもやっていないようってお母さんって怒っちゃうじゃないですか何にもやってないとかってだけど実は創作してるかもしれないですね頭の中でだから創作してない時が辛いんですよ、ね、<laughs> 創作する時はいいんですもう入っちゃっているのでう、うん、まあでも そういう時にねご飯作んなきゃいけないとかいうのは辛いですよねそう,かそういうのは。まあでも無駄な時間っていうのがないと逆に何もこう新しいものを生み出せないっていうような気はしますね。うんだからあんまりあの寝転んでいても温かい目で見てほしいと思う。 歩くいたいい体を動かすのはいいです、はい、そう,、うん、そう運動してね脳みそにちょっと血を巡らした方がいい。で、うん、あの疲れたらお風呂入って寝る。わ、ねうん、かりました。うんはい、で今ねあの なんとなくこうダメな生活をちょっと送られているイメージがとりさんの生活のイメージがちょっと伝わってきたんですけどゆうゆうさんから質問いただいてまして、えっと、私は継続が苦手でいろいろ手をつけてはやりっぱなしになることが多いのですがお二人が小説家を継続する上で大切にしていること大切だと思うことをお話しいただけると嬉しいですということです。 えと私この質問をいた,だいた時に継続してるものは何かなって考えたんですけども自分の生活で、うん、と2つしか思いつかなかったんですね、えー、と1つはビリーズブートキャンプでこれはあのええ <laughs> 2000スポーツ嫌いなんですけど他人とこう競わなければ好きだっていうことが分かった感じがして2005年からずっとやってるんですけれども 毎日?。毎日やってますね。すごい、ね。え、何分?。えっとね、さい、あの、いろいろこうバージョンがあるんですけど。最初のバージョンは一時間ぐらいのやつで。それで、だんだん、お、あの、四十五分のやつと三十分のやつと、で、今はずっと三十分のやつを。やってますけど。<い> <laughs> そんな、そんな突っ込まれるとは思わなかった、これに。<laughs> 素晴らしく偉い。でも、あの、まあ、家の人がそれをやってるので。 でお腹がへっこんだので置いていかれると嫌だからあの一緒に一応ダラダラやってるって感じなんでそんなにマッチョではないです。たださっきの話に通じるんですけども、うん、体を動かしててていいいいるるるととわゆ降っっくうことは多いですよねあの机に向かって考えてるよりあのちょっと体を動かしてる時の方がいろいろあれはああだなっていうのがつながったり。 しますね、うん、まあでもそ,そのビリーズブートキャンプはさておいてもう一つが小説を書くことなんですけれどもこれはもうなんで続いてるのかさっぱりわからないんですけれどもただもう書かずにはいられないっていうだけですね。書書くとそのの、まあ、本当に書かななないい自分はもう今は今考えられない感じなので とにかかく書いててるっだだけですねだからあの質問いただいた悠悠さんもいろんなことにねあの挑戦してでで必ず何かかにぶつかると思うんですよねそのぶつかったものをずっと続けていけばいいんでそのためにどれをどうしたとか何あの毎日これをしているってことはないですねたまたま私は小説を書くことにぶつかったんだと思います。うん そうね途中中途半端になることっていうのはいっぱいある私も、うん、あの割と浮気症でいろんなことやってみたい方なのででも本当に好きなものはやっぱり続くし本当にこれはえっとちゃんとやりたいなと思うもの例えばセーターを編み上げるとかあのえっとジグソーパズルを1個完成させるとかそういうたまに こうなんていうての頭使わないとか系で1個完成させるっていうのをなんかやってみるといいんじゃないかな例えばお風呂の掃除をいかっぺかんぺきにやるとか何でもいいんだけどここで1回終わりでちゃんと決められるやつをそうするとちゃんとコンプリートできるっていうことが分かると安心していろんなことは中途半端でどうせ好きじゃないからちょっと。 半ンパナンダーで済むんじゃないかな何か一個作り上げてみたらどうでしょうあの五百ピースのジグズオパズルあたりですと簡単ですそうでな、ね、ジグのパズル途中であのやめるための方で巻いておけるやつもありますし、うん、うんうんぜひねあの一つ達成できるようなものからっていうことですかねそれだと続くうんそう,そう すする喜びをはい、はいありがとうございますえそしてねあの今そんなお話伺ってるんですけれどもあの本当世の中はあのコロナでこの2年ぐらいガラッと変わってしまったもうこんな風になるとは全然思ってはいなかったんですけれどもあの、まあ、作家さんってやっぱりこういう世の中の動きっていうのは敏感に察知するものなんですかそれともあまり関係なく作品を紡ぐものなんですか 人に本当によると思うんですけれどもうん、うん、もう敏感に察知してあのコロナならではの物語を書いてる作家さんもたくさんいらっしゃると思うんですけれどもうん、うん、私はあのー、そうではなくてコロナがない世界を書いていきたいと思ってますね。普、あのー、普通通のののの物物語語コロナ以前の普通の生活の物語 友達と手をつないだりくっついて笑い合ったりするような物語を書いてで下手すると児童文学の場合子どもさんがそれを読んでるわけですけれどももうその世界を知らない子どもさんが出てきちゃってるような状態なのでそうじゃないんだよあなたたちよりちょっと長く生きている私たち大人にはちゃんとわかってるんだよ。 こうずっと苦しい時期もあるけれどもそういうのはだんだん良くなっていってあの全体的に見たら必ず世界は良い方向に進むよっていうことを伝えるためにずっっとと普通の話を書きたいなと私は思ってます、うん、現実がねあのパンデミック小説とかあの、ね、安倍公房の不条理小説みたいな <laughs> 砂の女みたいになっちゃってるんですけれども。うん あのそうでなくてそうじゃない世界があるんだよってことをこれからもそういった作品を書かれるっていう感じですかね。そうですねなかなか難しいですけれどもねゆっくりこう時代が移っていって、うん、昨日のあの,、ね、あの常識が今通用しなかったりしますけれどもねなるべくそれは微調整しながら、うん、あ書いていきたいなと思ってます。うん、はい 文さんいかかがですかえと私は引きずっちゃう方で引きずられちゃう方で、あでこ,これを今年出たこれに私もちょっと書いたんですけどもう久しぶりに今これ「医療コレクション」って怖い話の集まりなんですけど怖いことって今コロナより怖いもんねえじゃんと思ってもう他のこと何も考えられなかったんでまさにコロナ的なものを書きました。私はどちらかとというと 世界なんんんんてててどんどん変わっっいくもんだと思ってるので,で、まあ、昔の,その過去の生活が素敵だったことも分かるんですけどでその素敵なものもを手に入れられなかった普通の子どもたちがのぞくだって言われたらうわそれは本当にのぞくだなと思うんですけど逆に言うとこのコロナでいろんなことが。 これまで当たり前だったことがいらないじゃんとかやめていいじゃんみたいなことがいっぱいあるじゃないですか、うん、あのそれこそおじいさんたちはなかなか変われないし既得権益を持っている人たちはそれをなかなか動かしたくないのかもしれないけど世界はもっといくらでも変われるのに今こそみんなで変わればいいのにどうしてまだみんなそんなに協 <laughs> 調性があるのえっと 例えばねその,あの就職の試験って言ったらみんなスーツ着るでしょとかあの <laughs> こうなんか冠婚葬祭とかねあ年中行事とかねその伝統が素敵なところも分かるんですよ分かるんだけどで例えば年賀状とか私30年ぐらい書いたことないですよ30年よから20年ぐらいそういう巨礼とか大嫌いだから手紙なんて書きたい時に書きゃいいじゃんってでももらう方はもらって <laughs> ありがとうって思ってるんだけどねでそのみんながそれぞれぞ自分で ちゃんと自分にとって必要なものとかこれはおかしいと思うものとかをちゃんと主張できてで本当に一生懸命頑張っている人がその頑張った分をちゃんと報いられて誰かがこうなんかズルをして <laughs> こうなんかおいしいところだけ吸い取ってるみたいなのを早くやめてもらいたいしそういうやつらはまとめて V だみたいにしたい本当に私は SF 的だというかファンタジー的なとでいえばわ、うん 悪いやつや天中じゃって思うから聞くものの中では本当はね悪と善の対,対決とかじゃないんだよで悪いで悪いっていうやつらにも悪いなりの理屈とかあるのは分かってるんだけどでもなんとかそのやっぱりいいものがちゃんと報われるというか幸せになるようなそういうのをやっていきたいっていう気持ちがちょっとあるなあの昔「ドラゴンクエスト」で勇者の になりきって話を書いていた時期が3年ぐらいあるんだけどあのなりきって書いてるもんだからもう心が勇者で悪を見逃さ車の窓からタバコをこうやって捨てるおじさんとかもう本当に許せないって思って、うん、もういい何度剣を抜こうとしたと <laughs> 危ない,危ない <laughs> でもあのそういうふうにその何て言うか勇者が悪魔を倒して世の中が変わるわけではなくて、うん、もっと小さなところからたくさんのところから変わっていく風でないといけないんじゃないかなとは思っているけれどはい。 これからも、じゃ、そういった作品を、久美さん書かれていか、ね。いくいや、分かんないよ、だってほら、表意型だから、何を。社会がどう変わっていくかも、分かんないですもんね。社会がどう変わっていくか、どう変わっていった方がいいかは、分かってるよ。だから、その。ずるをしない、もうちょっと、なんか、ちゃんと、みんなが、へ、へ、目を背けていることが許されないようになるといいなと思うな。うん、あの、なんか、やっぱり、見るの辛いものから、目を背けたいじゃない、みんな。でも、本当は、そこに 関わり合いがああるんだよねあの何とは言わないけれどもそ,そのどこかの企業がねそのなんか誰かを搾取してその安いものを作ってるっていうとこのここの製品は買っちゃダメみたいなことを一生懸命 <laughs> 小さなことだけど思ってる、うん、そうすると買えるものがねあこれ欲しかったねみたいな感じったりするんだけどね久美さんらしいなと今思いましたけれどもねいはい。<laughs> はい、で今回ねあのこの「虹色図書館」シリーズ3作目の怪獣たちを観光を記念してこのトークショーをお送りしてるんですけれどもあのこのキャッチコピーが本当に私いいなと思って「世界は決してあなたを見捨てない」というキャッチコピーでこれ今回トークショーの、ね、テーマにさせてもらったんですけれども「あの虹色図書館」のこのシリーズで勇気をいただいている大人子どもたくさんいると思うんですよね。 が自分の居場所がないなと思ったりとかちょっと我慢し続けちゃってるなとかあと正直になりすぎて誰か傷つけちゃったみたいな人とかもいるんじゃないかなと思いますけれども鳥尾 <laughs> さんなんかこの作品に込められた思いとかってどんな感じなのかなと思って伺ってもいいですかそそうです、ね、あのそうででですすねねやっぱりりこのほのかのほか裏面で香りみたいな感じに なってるかと思うんですけれどもね、うん、あのー、もちろんいじめをする子は悪いんですけれども、いじめっていうのはまあやっちゃいけないことって言われてますよね。でも私たち生きてたらあのー、ね班の中で一人トロイ子がいてイラッとしたりしますし、仕事ができない人が 同僚にいればね、うん、あのちょっときつく言ってしまったりすることって絶対あると思うんですね。そのまあ、子供だからそういうのが顕著に出てくると思うんですけれども、まあその一人一人みんなこう,こう心を持った人間であるっていうことですかね。でそれをうんまあ ちょっと久美さんのあの話のあとで言うのはちょっとなんかなか <laughs> <laughs> 分かれるんですけれども <laughs> あのそう正義だと思って糾弾するような風潮が今強いじゃないですかですからその白か黒かでねあの人を判断してその黒い人だったら何を言ってもいいような感じはちょっとうん そのやめていたただきあの実際こう社会で例えばあの愛想の悪い乱暴な口寄りのおじいさんとかいるじゃないですかムカつきますよ、ねうん、<laughs> その店員さんに辛らかったりしてるような、うん、でもそのおじいさん多分ものすごく寂しいんだろうなと思うし寂しいからそれが許されるわけじゃないんだけどただ子供がそれを見た時に「あのおじいさん 悪いやつだっていうふうにじゃなくてあのおじいさんがどうして寂しいのかとかあのああいう言い方をさせないためには何をしたらいいのかっていうのをちらっとでも考えてもらえるようなうーん人になったらそれは子供だけじゃなくて大人もそうなんですけれどもあのまああまりみんなの言うことを聞きすぎないでちょっとみんながわーってなってる時はちょっと立ち止まってあの。 そうじゃない面もあるんじゃないかなとか自分がこの立場になったらとかいうのを考えられる人が出てきたらいいなと思いますね、まあ、自分がそれができてないからそれを自戒を込めて書いてるっていう面もあるんですけれども、うんまあ、香りがねヘビ男の時にあの香り許せないっていうようなあの論調で感想をいただいていることがあったんで うん、そうね香りはひどいことをしたけど人間っていうのはひどいことをしする時とかそうしないといられないような時期が必ず私やあなたにもあるんだよねっていうのを伝えたかったのかなって思いますけれども、うん、ちょっと取り留めがないですけれどもそんな感じです。 くみさんこの本から感じますよねそういうことそうですねさおりに香りもう全く <laughs> あのいや、はい、あの教師を見ても <laughs> この話はあ,あの偽物の王女様の話なんだって思いましたけどあの香りがあのネタバレしちゃうからダメだよね <laughs> この本は <laughs> その香りの気持ちすごく分かるところいっぱいあって <laughs>、うん、なんかあのなんだろうな。 自分の方も被害者だというか、たいよ,よかれと思ってやっていることがうまくいかなかったりすると、あとつらいし、あと自分でもまずいなと思っていることを分かっていることを言われるとかッと苦しいみたいなのってあるじゃないですか。そういうね、なんていうか心もそれですけど、 ななんんんて言ったらいいんだろう,なうーんなんかそんないい子ちゃんなことは私はあまり思ってないんだけどでも大体なんかずるい手でこうなんかあ正直者が損をしないように <laughs> したいなみたいなそういうあなんだろうあのね優しくするって相手も優しくしてくれるとまあない 大体さ優しくして欲しがってる人って意地悪するんじゃない不思だよね。自分から先に優しくしたら相手だって優しくすると思うんだ。ん威張ったりとかね、変に意地悪するからに、ね、いけないんだよ。うん、私、後ろからジジイがくれてドアを押さえて、ダンサーって言うと、おっ、どうもって、ジ,ジイだってこうやって上京してやるわ。 やって回ってるとね、すいませんみたいなねいや,やっぱりねあの大したことじゃないんだけどさこっちが気持ちよくいるためには私こっちからもう一歩誰かになんか何か朝のテレビみたいな話になってたら、うん、すいませんはい。 その人間関係での悩みが一番皆さん大きいと思うので。そこをどうやってこうやっていくかっていうことは。一つこれヒントになるのかなというふうに思いました。そうですね、なるほど。はい、先生、はい、先生、思い出しました。言いたいこと。<laughs> はい。はい、あのですね。嫌なことをされたら、嫌なことをされたことを。に反応しないというのが大事だと思います。うん、あのね、反応っていうのは。怒ることでも、相手に対して、なんていうか。 反応になっちスッてね嫌なことをされたらその人から遠ざかる嫌なことから遠ざかるっていうのがね一番いいと思います。あのでされてうれしくないことにはお礼を言わない、はい、されてもう一回してほしいことにだけお礼を言う心から言う。 例えば欲しくないものをもらっても何とな,なく合いそうでありがとうございますとまたいらないものくれるじゃないその人、はい、<laughs> そうするとやっぱり関係ってダメになってくる、ね、よ。要するに相手だってよかれと思ってんだよでもこっちだって本当はいらないのにって思ってたらよくないでしょだからそこはね何て言うか、うん、あの本当はいらないものとか本当は嬉しくないことにちゃんと立ち向かってその時はあの喧嘩までしなくていいから「ごめんなさいでも私それはいらない」とかね うまく言えるようになったらもうちょっといいんじゃないかなって私は思ってる大体こうのが良くない偉、うん、そうどうですかねあの何 <laughs> んいうかこう社会的なこう地位の不均衡っていうのがあると思うんですよね。うん、偉い人からねもらったら上司からもらったらいらないって言えないじゃないですか。 それをその上に立つ人がその不均衡な上に自分は下駄の上下駄入ってるんだぞっていうことに気づくようになれるといいですよね難しいけどね弱い人たちがうん弱い人たちは、うん、あの支柱大変なんで自分自分たちは強い側なんだよっていう。 自覚を持たなきゃいけないんだろうけど、それも難しいなと思いますね。うん、そ,うそうだね、ギリギリでヘトヘトだったりすると、うん、そんな難しいこと考えてな,ない、ね。全体的に余裕がないと、やっぱ、その場しのぎになっちゃうよね。ね、ミスしてたら、うん、はーって怒りますしね。そのの場をしのぐんじゃなくて 根本をなんとかするためには、やっぱり学校教育からじゃないか。図書館だ。<laughs> やっぱり図書館じゃないか。やっぱり図書館だ。<laughs> <laughs> つまりね、つまりね、あの学校、図書館は、あの。一巻目の時、にすごく言うけど。学校が。その。独立である以上に、図書館はすごく独立で。そのちゃんと。個人を守ってくれるっていうのがね、すごく。心の助けになると思いました。 やっぱり学校は学校で学校という組織を守ろうという方についになっちゃうからね。そうですねいろんな複数の居場所があって、一つがだめだったらこっちっていうふうな乗り移れるような感じになるといいですね、子どもに限らず。ありがとうございいますはいで あの、こちらね、香織ちゃんが主人公のこの本なんですけれども、うーん、なんか、 表面上のなんかこう理解というよりも本当にその人がどうしてそうなっているのかみたいなことをちょっとこう考えてみたりすると人間関係ってうまくいくことがあるかもねなんていうふうに思ったのでぜひですね今悩んでる方もこれぜひ読んでいただければと思いますさあお時間も押し迫ってきたんですが、えー、と参加されてる方からの質問は特には今のところ来てないんですがありますか はい小学校の時に好きだった科目は <laughs> はいリオさんからですねリオさんあれ十歳なんでしたっけね確か<っ>リオさんねこれから怪獣たち読みますなんていうメッセージいただいてましたよね, <laughs> いいねありがとうございます、はい、好きだった科目は国語で嫌いな科目は体育です <laughs> 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 あそうですか先生はいまさに<ー> <laughs> はいクミさんは <laughs> えー、好きだった科目は うん国語は嫌いでした。くだらなくて。<え>なんでこんなつまんねえことをやらされるんだ、えー、嫌いでした、はい。好きなのは。好きなのは、とで物理が好きでした。でも、百点満点の四点しか取れませんでした。<ー>すごい <laughs> それでも好きなんですよ <laughs> <laughs>、うん。あの物理実験室の。先生の前のかぶりつきなところで実験を見ていて、<laughs> ってやってるのが大好きでした。はいうん、でも、あの、なんとかの法則とか、絶対覚えられなくて。 はい、は取れませんでしたリお、はい、ちゃんは何が好きなんですかねあ,ありがとうございますということでねはいありがとうございますもしかして作家を目指しているのかもしれないですね,ねはい今日はねあのいろんなお話伺ってきたんですけれどももうあの時間もあと残すところわずかとなりましたがお二人から何か参加されている方にメッセージがあったらお願いいたします。あリちゃんと私一緒ですねここ<当> <laughs> 体育嫌いなの。嫌いな。<laughs> 私。すみません。とリオさん。<laughs> <laughs> はい。では、お二人から参加されている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、えー、っと、私から先ですみません。はい、はい、あのー。土曜日の七時というプライムタイムに。あのー、お集まりいただいて誠にありがとうございます。あのー、怪獣たちもできれば。 読んでいただきたいんですけれどもあの多分「蛇男」とか「ひな」というのを読んでいただいていると思うので本当にありがとうございます。自分の書いたものがあのたくさんの人の手に渡って読んでいただいてたまに感想をいただいたりしてるのを本当に嬉しいと思います。今までも本当枯空に向かってあの書き続けていましてそれでいいと思い込んでましたけれども。 そういうふうに世間とその自分が書いてるってことがつながるってことは本当にあの嬉しいし、もう人生が変わるぐらい楽しいあのー、生きててよかったなと思います <laughs>。でも本当にありがとうございます。できればあの来年の三月、二月と三月にも本が出ますので見てやってください。ある本が出ます。いあすごい。<laughs> 楽しみにしてます。お願いいたします。いはい、ありがとうございます。はい、では久美さん。えーえー、ああ、最故障もよろしくお願いします。<laughs> はい、はい、はい、岩見さんに来年は行きたいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、で、この日室紗栄子青春文学賞の方なんですが、こちら。 えメッセージいただいておりまして由美子さんから「えー、同郷の先輩として尊敬しています。今もご存命ならどんな作品に出会ったのかなと思います。この文学賞の作品に触れるにあたりそのエッセンスに出会えるのを期待しています」ということでまあ鳥尾さんの本がそういったエッセンスということになるのかなと思いますけれどもあの文学賞ねえっ、ー、ともう一つこれ。 この間トークショーも行ったんですが、ブラブラはい、ブラブラです。ブラザーズ・ブラジャーという佐原光さんですね、第2回日室最古青春文学賞の大賞受賞されていまして、こちらの本もね、あの非常にあの日室最古っぽいって感じの本になっていますので、ぜひこちらもおよ読んでいただければと思います。はい、そしてみっちゃんさんからもメッセージいただいています。 面白い作品を書いて一流作家になるだろうと思っていました亡くなって10年以上経って氷室最古文学賞ができて若い作家に影響を与えていてすごいですねということで薄井さんというのはねあの日室さんの本名なんですけどね同級生の方からいただきました本当にあの、まあ、そもそもね久美さんにいろいろアドバイスいただいてこの文学賞も設立されているんですけれども ぜひ、あの氷室、小夜子さんのこの才能をまた継承していく、若い作家さんもどんどん出てくるといいなと思うんです。けれども、4回目についてエブリスんの皆さんから言っていいよということをいただきましたので、許可いただきましたので、ちょっと発表したいと思いますえー、2022年来年募集を開始しまして、年内には受賞式を北海道岩見沢市で行う予定です。募集の内容はいつもの通りの予定となっています。まあ、中編ぐらいの作品を募集するということですね。 エブリスタの方でまた特別協力、全面的に特別協力してくださるということなので。詳しくは来年早々、まあ一月の初旬ぐらいになるんじゃないかなと思いますが。エブリスタのサイトで告知を見てみてほしいと思います。ぜひね、たくさんのご応募お待ちしたいと思いますけどね。はい、久美さんもまた審査員をやっていただける予定となっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、全国の主要書店で。 図書館の怪獣たち絶賛発売中ですのでぜひこちらの方ですね冬休みに子どもたちと大人とクリスマスプレゼントにお友達にあげてください。こちらの方合わせてぜひお買い求めいただければと思います。 ありがとうございます。今日はね一時間半という長い時間だったんですけれどもご参加いただきましてありがとうございました。そしてもう本当に温かいメッセージたくさんいただいてましてねあの後であの久美さんとトリオさんにも見ていただければと思いますので。画面が全然見れなかったです。対録 <laughs> のやつでも見れたらいいなと思います、ね。はいどうもありがとうございました。ありがとうございまし、はい、そしてご参加された皆さん良いクリスマスとそしてもう良いお年をですね。はい。 コロナ、コロナがこのまま落ち着いて、また新しい日常を取り戻すのか。また新しい日常になっていくのかわかりませんが、楽しい生活を送っていただければと思います。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いいな、ね、クリスマスを。さよなら。さよなら。